アンナ・マリア・ルイーザ・デ・メディチは、ピッティ宮殿で暮らした最後のメディチ家直系の人物。トスカーナ大公コジモ・三世とマルゲリータ・ルイーザの娘として、フィレンツェに生まれた。トスカーナ大公主フェルディナンドはあり、最後のメディチ家のトスカーナ大公ジャンガ・ストーネは、弟である。父コジモ・三世は、男児が生まれないことを憂慮して、アンナ・マリアをジャンガ・ストーネの直気大公とすべく奔走したが、 叶わなかった。1691年、プファルツ選定校、ヨハンビルヘルムと結婚。子供のないまま1716年に、夫と死別した。フィレンツェに戻ったアンナマリアは、ピッテキューデンに暮らした。厳格で超然とした人物だったと伝えられており、ミサや、事前活動に資材を投じ、サンロレンツォの一族の霊廟を訪れていたという。アンナマリアには、ジャコモ世、 リセベルダンという、姫たる恋人がいた。アンナ・マリアは、パオロという息子を産み、彼は、父親の姓を名乗ったという、1743年に死去。アンナ・マリアは遺言として、メディチ家のコレクションがフィレンツェに留まり、一般に公開されることを条件に、すべての美術品をトスカーナ政府に寄贈した。これによりメディチ家の財産は、 フィレンツェの遺産として現代まで残されることとなった。ありがとうございます。